プロセガがバグってる。こんにちは、セクユです。今回はですね、プロセガの動画撮っていきたいんですけど、今日は、4月の1日ってことで、皆さんもう何の日か分かってるんじゃないでしょうか。そうなんです、メリークリスマスですね。違うね。ということで今回はメリークリスマスではない、何回言うんだメリークリスマスって。まあ、とりあえず、今日はエイプリルフールってことで、まあプロセカがねやばいこと起きてるんですよ。なんでね、皆さんと一緒にちょっと今回ね、あのプロセカがどうやばくなったのか、どう狂ってしまったのかをねちょっと見ていきたいと思います。まあショッピングモールの時点で同じねキャラクターが5人いるっていうのはね、まあ普通のことだと思いますよ。いやすごいなこれカイトさん、カイトさんなんで4人もいんの。影分身使えるようになった。あ、でもちゃんとあれだね、あの衣装がさ全員バラバラっていうのが面白いね。でね、あの一通りこれニューがついてないと思うんですけど、あのストーリーの方は、まあ、石回収のためあのやりました、一応ね。なんだけどお話の方はねまだ1回も見てないんで、ちょっとねお話の方も今回見ていけたらなと思います。いろいろね多分ね変わってる部分があって、いやこれやばいこれはやばいでしょ。もうどんだけ黄色主張したいのマジで。これ全員服装違うのがマジですごいよね。ちゃんと凝ってるよね。ちょっとお話一回見ていい？いくよ。やっぱそのウサギみたいな、早い。まずお知らせとかもなんかやばい気はするんだよね。4月2日25時より、ウェブラジオ。これ本当に？本当にあるこれ。もう全部が嘘に見えるんだけど、これ。大丈夫かな？ 4 月2日だからって言ってさ、これ、嘘っていう、本当かどうかっていうのがわかんないじゃん。本当に上がる？これ、ブラウザ立ち上がりますみたいな。ナイトラジオで。本当に？あ、エイプリルあったわ。これかな？プロジェクトがガラフルステージを、ジャッジありがとうございます。エイプリルフール限定ユニットが登場するため一部楽曲にエイプリルフールバージョン特別な。なるほどね。今日しかないとかなのかな。それだったらやだよね。そうっぽいわ。やば、開催日時は本当に今日までしかないわ。すごいね。あのさ、なんか曲がさ追加されたみたいなの聞いたんだけど、俺ちょっと見ていい？あ、これちょっと待って。そうこれね、なんかね、あのね、あれなんすよ。ちょっと待って、音量下げていい？なんかね、歌ってる人がね、全然違うみたいな感じなんだよね。ほら、小羽ちゃんと M ちゃんとマフ、どんな組み合わせどんな組み合わせなん？ちょっと一回見ていい？これ、どんな感じになってる？エイプリルフールバージョン。なるほどね。実際は、こういう感じでね、M ちゃんと、リンちゃんと、ネネちゃんが歌ってるんだけど、これ、小羽ちゃんとさ、ほらめっちゃ全然違うじゃんグループが。これすごいねでメロンはやばい、すごいテンション上がるんだけど。これなんかさ、今までさなんか叶えなかった夢が叶った気分がするんだけど、俺的に。みずきちゃんはいると。すごいね、ねねちゃん率高っねねちゃん率めちゃめちゃ高いな。でこれは威風堂々とかは、あ、男性陣じゃない全員。すごいね、3人で歌ってるんだけど、ここに何人追加されてる？ 2 人追加されてるね。るいくんと、つかさくんが追加されてる感じかな。なるほどね、こういう感じで、ハッピーシンセサイザーとかも、かなれ大丈夫？かなれのハッピーシンセサイザーはかなりすごいね、ギャップが。で、あ、エナナンがいるんだけど。これめっちゃいるかもしんない、今日限定だったらめっちゃいるかもしんない。今日限定なのかな、やだな、それだったら本当に。全然ないね、これ、ボーカルが。すごいね。あと何か変わってるのかな。あれとかないよね、なんかクリスタル購入するときにさ、なんかこうやってさ、セール中ですって書いてあるけど、実際購入してみたらさ、お金だけ奪われてクリスタルゲットできないみたいな。で、エイプリルフールでした、みたいな。絶対それはないね。ちょっとさ、最後気になったんだけどさ、このボーカルを変えたらさ、エイプリルフールに変えた状態で楽曲プレイしたらさ、ワンチャンこれ譜面変わんじゃないかな。あるそういうこと。なんか楽しみなんだけど、ダウンロード入ったしさ、これどうなるんだろう、めっちゃ気になるんだけど俺。さあやっていこうか、アウコかけろっていうことで。譜面変わってんのかな、ちょっと気になるんだけど。何、あ、どうだ、これ変わってんの、
ワンチャン変わってる説ない？これ。え？いや、これ同じじゃん。